それでは大変お待たたせをししましたここからはパネルディスカッションに移ってままいいいりたいと思いますここではコーディネーターと先ほど成果報告をされました特別研究指定校のアドバイザーをご担当いただいております先生方でパネルディスカッションを進めてまいりますご参加いただきますパネリストは日本福祉大学影戸誠先生大阪教育大学木原俊之先生 大阪教育大学寺島康介先生<手>横浜国立大学野中洋一先生<手>そしてコーディネーターをお願いしております宮崎大学新地達郎先生です<手>本日のパネルディスカッションのテーマは「ICT を活用したアクティブラーニング」です。 ではここからの進行はコーディネーターの新地先生にお勤めいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。改めまして宮崎大学の新地と申します。よろしくお願いいたします。これまでにあの特別研究指定校の素晴らしいご発表をお聞きして、今から ICT を活用したアクティブラーニングというタイトルで皆さんと一緒に ディスカッションをしてていいいきたいと思っているんですけど非常にこう参考になる実践を既にご披露いただいたなと思っております。でそういう意味ではアクティブラーニングこれから注目がますます増すわけですけども既にこちらにいらっしゃる先生方の学校では特にそうだと思いますけれども関心を持っておられるだけではなくて思考はもう進んでいるだいぶあの完成に近づいている学校さんもあるんじゃないかなと思います。でここではです、ね、改めて アクティブラーニさまざまな歩みをしていると思いますけれども振り返りながらこれからこの財団の一般女性であるとか特別研究女性に申請する学校さんにも参考にしていただけるような意見交換ができればありがたいなと思っています。今映っている資料あの財団さんに頂い,いた資料なんですけれども今回の審査を行ったものですけれども。 応募件数462件中アクティブラーニングをキーワードにしていた申請は136件だったということですね。約3割ということで非常に審査する側からすると3枚に1枚はアクティブラーニングって載ってたということですよね。すごく多いです。で結果的にその女性先っていうのが採択結果ですよね。でそうすると えー、79件採択されているうちの26件がアクティブ・ラーニングをキーワードにしていたこれから何が見えるかというと非常に関心は高かった約3割の団体さんがアクティブ・ラーニングをキーワードにしているけれども審査員を唸らせたここに助成をするとものになるぞここまで蓄積があるぞと見たのは20%だったということですねそういう意味ではまだまだアクティブ・ラーニングというのは皆さん関心はあるけれども えー、それぞれに揉む必要がある考え方なんだろうなと思います。つまりアクティブ・ラーニングを具体的にそれぞれの申請者申請団体の中で具体的にアクティブ・ラーニングっていうのはなんとなくではなくて具体的にその学校なりに団体なりに説明ができてそのアクティブ・ラーニングによりどんな教育的改善を目指していくのかそのステップを 見通してていいいるる申請が採択されているんだと思いますでその中では、まあ、教育的改善といった時にいろんな切り口があろうかと思いますけれども目指す学力であるとか目指すべき学び方との関係で言ってる場合もあるかもしれないし教師側に立てば、えー、教師の指導法がどうあるべきかである,あるかとかまたはその指導法を繰り出していく教師の専門的な力量がどうであるべきであるとかで次に ICT 活用により、学習活動、学習の中のさまざまな動きというものをどのようにデザインしていくのかということにアクティブラーニングを絡ましていくようなものがきっと採択されているんだろうなと思います。で、アクティブラーニング、まあいろんなその捉え方あるかと思いますけど、よくあの紹介されるのが京都大学の水上さんが定義されている。 もものですけれどもこれはまあ我々が目指すアクティブ・ラーニングとも十分通じるものだと思いますけれどもまず一方向的な知識伝達型講義一方向的な講義知識注入型の講義を聞くという自動的学習をこれだから自然にこうやっていけば実現するものではなくてある意思を持って学校が教師集団が乗り越えていくもの というふうな意味合いがあるんだろうと思います。合わせてこの能動的な学習というのは単に積極的に向かっているというだけではなくて、書くとか話す、発表するなどの活動への関与とそこで生じる認知プロセスの外化を伴う、まあアウトプットを伴うんだというふうなことを説明されています。まあこの講談の方、上の方はどちらかと言いますと、まあ今から我々が 将来生きる子どもたちの学力を考えるときにそういう学習を作るときに決意を新たにしてさまざまに工夫をするということに加えてそこにこう ICT を用いながらも活動のフィールドであるといいますか性質というものをも変えていくというようなものが期待されているのではないかと思いますまた別の捉え方ですけれども要は一点目ですけれども教育のもパラダイム転換であるこれもよく言われますよね 積極的になるだけではなくて2点目の青のポチのところをお話しさせていただきますけれども獲得した知識やまたは学習経験を生活や仕事に応用できるところまで学校の中で面倒を見ていくといいますかそういう学習活動を提供していくんだというふうなことですね。で3つ目に示しているのがこれが最近よく文部科学省の資料と出てきますよね。 学び全体の改善を目指していくものですけれども深い学びを目指す対話的な学びを目指す主体的な学びのプロセスを実現しよよううということいこですよねでそうすると学習方法であるとか授業デザインの工夫というものが求められる,もの求められるようになり教師または我々も一緒ですけれども小中学校においては一緒に先生方と取り組みますし 大学においても大学生に対してということになると思いますけれども対話的な学習という時にいかに他の学習者に関わり合わせていくのかいかに単にそういう対話学習をするのではなくて知識学びに基づきながら生産的な対話を実現させていくのか。反転学習などというのはある了解ある理解をした上で次の学習に進むという意味ではここを引き継 開こううととしているものだろうと思いますそうした上でいかに新たな目標を設定できていく子どもたちを育てていけるのか主体的に探る能力のある子どもたちを目指していけるのか育成をしていけるのかその際児童生徒による ICT 活用のみならず教師,の教師による ICT 活用というのをこの財団の中でのテーマまたは取り組みとしてはよく見られるんじゃないかなと思います。 でまあ、本日としては単にアクティブ・ラーニングではなくて ICT を活用したアクティブ・ラーニングを振り返りまた見通していくということかと思います。でただし今日のご発表の中にもたったありました通りもうすでにさまざまな取り組みがあり教育の情報化3本柱で進んでいましたけれども国際的な学力に関する動向などを受けて今日もたくさん出てきましたよね「21世紀型スキルその中にまあいくつか定義ありますけれども。 そういいうもののををバックグラウンドにしなながら教育の情報化ろろんなところですででに取り組んでおられる進めておられるるそうすると単にアクティブ・ラーニングにそれぞれのスタートラインで並ぶだけではなくてこれまでの蓄積を生かしていこうそして学校文化を先ほど乗り越えるという表現もありましたけれども学校文化を開いていくようなアクティブ・ラーニングの在り方などということを最初に考えていければなと思っております。まず最初にですね このアクティブラーニング、いろんなこう議論のきっかけありますけれども恒大接続改革実行プランなどというものでまず最初に私などが大学の公の場で目にしたのはこういうものですからねえつまり大学入試を変えていきなさいというところなんですけどその中で2番目のところですけれども特に義務教育段階の取り組みの成果を 高等学校の教育それから大学高等教育の教育に生かせまたは入試において大学入試において下の方に赤で塗ってありますけど真の学力の育成評価に取り組むつまり義務教育段階のこれまでの取り組みというのは高く評価しておられるんだと思います。これららを受けながら高校大学入試も含めてですね 高校教育大学教育大学入試が一体となって改革を迫られていくということになりますそういう意味では大学の中でもアクティブ・ラーニングというのはさまざまに取り組んでおられるし大きな関心事でこういう資料も学長が配布したりわざわざしたりしているようなところはありますけれどもそこでまず最初に今日パネリストの先生方はすでに特別研究指定校をそれぞれご担当いただいてまだ先ほどコメントしてくださったところですけどそれぞれのご経験や お立場、まあ、研究のこれまでの成果を生かしていただきながらお話いただくわけですけど最初に大学高等学校の中でアクティブ・ラーニングがどのようにこう見えつつあるのかその辺の様子を景戸先生に最初にお話いただこうかと思います。よろしししくお願いいいまます、はい、どううも先生ありがとうございました あの私はの仕事柄、えー、アメリカへ行ってたりとかオーストラリアへ行ったりとかシンガポールへ行ったりとか今アクリティブ・ラーニングという形で日本でいろいろこう文科省いろんな施策の中で出てきてるんですがちょっとこう見るといろんな国のいいとこ取りで <laughs> いいとこ取りと怒られるあのそれぞれの国の成功事例をそのバックグラウンドとして理論的なものをきちっと踏まえてで日本でアクティブ・ラーニングという形で 提起されているわけですですからあのアメリカではそれをインテンショナル・ラーニングと言ったりオーストラリアではインクアリ・ベスト・ラーニングと言ったりまあその集大成として、えー、先ほどご指摘になりましたいろんな学び、えー、共同的な学び対話的な学び主体的な学びという形でまあ一つ事例を挙げますとあのパウロ・フレイレという人はですね 銀行型あのお前たちは預金が少ないから知識という預金をです、ね、たくさんふ増やしてそれがもう成功の要だというような考え方もあるんですけどもそれはもうやめましょうという,いう考え方があって、まあ、教えない授業というのは先生は教えないんだけども授業の中で先生がしゃべるよりも児童生徒の方がきちっと発話をしていくというそういう方がいいんじゃないかということです。逆に言うと 僕はいつも若手の教員に言うんですけども学生や生や徒が見えてなないいととアクティブラーニングができないよとだからお前があの下手くそなのはやっぱ彼らの,そのニーズだとか彼らの,その次の一手彼らの学力方向性が見えないとアクティブラーニングのデザインはできないよということだと思うんです。 これ僕ものすごく好きな写真2枚なんですがパナソニックの財団のものなんですねで手前の男の子が一生懸命天気図書いてるんですよ一斉配信ボーンときたもんその後書いた後目の前の1人で耐えてですね孤独に仕事をするその前に目の前のこと話し合って一斉転送でこう比較をするで自分の天気図がどうだったのか低気圧だったらこう こちだあの左回りだとかですねいろいろこう学習するわけですこれでなぜノーベル平和賞だったんでしょうと聞くと高校生は考えてくれます普通の高校生ですこれ中学生ですアクティブラーニング二元一次方程式ですがあの鉛筆一本いくらだろうねってやると、えー 廊下をです、ね、自転車で走るような悪いやつも一生懸命考えるんですよこれ分かるからわかるからえー、要するに鉛筆1本50円ですけどもノートはいくらだっ,ちょっとこて分かるわけですねでこれをまあ授業の中で二元一時を方程式という形で勉強していくだから学習負荷生徒の学習負荷がしっかりこう見えるといいあのアクティブラーニングができるんじゃないかなと思います例えば こういうものをちゃんと ICT で提示をする。たかがこれだけですけどもこういうものはいっぱいあるわけで、えー、夏あの夏は高度高いんですけども皆さんもう学校の先生とか大学出てらっしゃる方はほとんどだと思うんでこれ高度を計算しろと言われたら、えー、地球は23.4度か傾いてるから。 いいろろありますよこれとかこうやると何か見えててきままますすよ一一人一人まず頑張ってもらいますその後ある子は高度ということを言うかわからないある子は季節の変化というかわからないある子は23.5度というかもわからないだけどもそこで論議をしていくということで地球の位置と傾きと高度といろいろ分かってくるんじゃないかなと思うんです。 これ兵庫県のある学校ですけども私あの兵庫いろんな高校を回ってますけども、えー、これはロバートさんですね。えー、っとこの子何してるかっていうと自分のプレゼンテーションを録画で見てあの評価基準で評価してるんですねどこがいいとか悪いとか。でロバートさんが横でボソソッと言うとちゃんと答えるんですね高校2年生で。これは社会ですね。いろいろろ工夫されて T 字でここはえーと T 字でですねこういうふうに位置によって記録係とか盛り上げ係とか決まってる何をしてるかというと全員で話を前に必ず1人ずつ考えなさいってどういう内容かというともう恐ろしく難しいんですね。でもこれでもちゃんとこれで近代社会について考えましょうとかこうあるんですけども。 ででこういう活動が実はバックグラウンドではアクティブ・ラーニング、えー、インクライアリ・ベイスト・ラーニング一番まあ成功していると言われているオーストラリアで特に3つ目ですねこれ英語ではアプライという表現を使うんですが自分の中で了解できて順横断もちゃんとできてないと人前ではしゃべれませんよそういう先生よりも政党が発話できる。 という場面を増やしてくればいいいいんじゃないかなかと思います、えー、大学の事例ですけどもまあこんな感じで一人がまずしゃべって、まあ、やっていくと最終的には海外とつないでですね共同でプレゼンテーションをしていく一つの発見はですねあの対面の時よりもこういう形で仕掛けると授業以外のところで非常に時間をかけて深めるんですね。 そういうことが展開できるということです。はい、それでは以上です。ありがとうございました。まあ、学習負荷のお話をしてくださいましたし、またあの学習者がそれぞれにこう空いた時間に主体的により学んでいく様子をご紹介いただきましたけれども、一方向的にと私先ほどお話し,しましたけれども、教師が教えるものをこう与えるのではなくて、教師側が学ばせ、まあ子どもたちにもうこう。 教師が本来は教えるべきものかもしれませんけれど学ぶべきものとしてえ、または学びやすいものとしてまたは自分が工夫できるものとして学習者にうまく引き取らせるツールでありまたはその環境を作られている様子をご紹介いただいたような気がします次にあの木原先生にお聞きしたいと思いますけれども今影人先生にま ICT の学びに対する意味みたいなのをご紹介いただきましたけど先生からご覧になって学習者に どんななな変化を ICT りアクティブラーニングももたたらすものかかご紹介いいだけないでしょうかやっぱりまずは思考力判断力表現力の育成といったようなことに代表される汎用的能力の育成ということとアクティブラーニングは近い関係にあるという捉え方をまずはすべきなんじゃないかと思うんですね。あらゆる学力要素とアクティブラーニングが等しい距離にあるとは私は思ってないんです。 でその上でその思考力判断力表現力の育成のために、まあ、アクティブ・ラーニングっていうのは3つの要素側面があるというふうに言われていて今日これ何度も登場している枠組みですよね。でこれ何を意味するんだろうと思って論点整理を追求していくとこういうことになってちょっと余計分からなくなったり私はするので、えー、といろんなアクティブ・ラーニングの書物を紐解きながら私は 三つの自分なりの3つの要素とか側面にアクティブ・ラーニングを介大していますすなわち能動的であるということを身体的に知的にそして社会的に繰り広げていくそういう学びであるとで身体的というのは教育学の用語で言えばやっぱ体験的な学びということであり知的にというのは教材論的に豊かであるということであり社会的にというのは学びのパートナー 古い言葉で言えば学習集団ということについてダイナミックであるとまあ、こんなふうに思いますで、こうした体験的教材論的そして学びのパートナーについてより豊かになろうとするとそこに ICT がある種の貢献ができるという見方ですで具体例でお話をします例えばこれはある小学校の6年生の算数で子どもたちが対象な図形ということについて 学校中を探検してその事例を探している様子なんですけれども、まあ、多分教室の中でも対象な図形を見つけようと思ったらできるんですがしかし教室ののの外に飛び出てももっとたくさんのものを見つけることができるこれはやっぱりタブレット端末があるから少なくともやりやすくなることだと言っていいと思います。え続いて これはある小学校5年生の音楽で楽曲の分析活動をしているところなんですけれども例えばあるグループは打楽器についてあるグループは主旋律についてとその要素を焦点化して限定して考えておいてそしてそれらを総合的に分析するいわゆるジグソー学習に着手している様子なんですけどこれは。 要素を限定したり総合したりできるという ICT の力を借りてやりやりすすくなっていることだとだ思います先ほど景戸先生が出された地球の分析のツールみたいなのも私はこれによく似ているかなと思ってこれ知的にということの例として出しているつもりなんですけどさまざまに考えることができるそれを要素分解的にまた総合的に横還しながら進めていくということは やっぱりデジタルなツールの方が貢献度が高いというふうに思いますえ今度は社会的にということの例です小学校一年生の国語で風の音についてオノマトペをいろいろとその自分で考えた子どもたちが4人一緒になってタブレットを付き合わせて共有財産化している様子ですある子が考えたオノマトペの例を別の子がもらったり送られたりして 全員でそのレパートリーを増やしているということなんですけれども紙でもできるんですけどあの子のものをもらったりあるいは返したりするそういうそのやり取りというのはやっぱりタブレット端末が合成されてより力強くなっているというふうに私はこの瞬間思いました。最後にタブレットじゃないんですけどそしてもう実際もずいぶん前なんですけどある中学校の美術で子どもたちが あのイラストを描きながらアニメーションを作っている取り組みなんですけれども見出しに作品の作品かっていうふうに呼んでいるのはこの例えば右側の写真のですね,右ですよねえなんか森林森の中を車が走っているこ,うこのアニメーションの一つのイラストこれの森林部分は本人が自分で描いたものじゃなくて1年前に似たような題材に チャレンジしていた先輩が描いたものをもらってきてそして自分は車だけ足しているというようにデジタルなツールなので人のものを自分のものにしやすいもちろん状況としては先輩に著作権を放棄してもらってお互い様だということでこの子たちも1年後今の2年生にこれをプレゼントするわけですけれどもあの一緒に作業をしてないですねでもこの子の作品の中には先輩の あの作品というのがその息吹が残っているわけで見えない仲間と共同的に進めている社会的に豊かなあの能動的な学びすなわちアクティブラーニングを繰り広げているということが言えると思うんですけど ICT のおかげですよねもう一度私が言いたいことをまとめればアクティブラーニングにはある種の能動性しかも私はそれを身体的・ 知的そして社会的これが三重層になったときに真のアクティブだと思うんですけど真のアクティブラーニングを繰り広げるためにやはり ICT はそれを支えてくれたり活性化してくれたりするというふうに思います。以上ですありがとうございましたアクティブラーニングあの文部科学省の 深い対話的主体的ってよく聞きますけれどもそれをまた違う形で捉え直していただきましたよね。それから最初に学力強化での応用の可能性学力を伸ばす可能性としてそれぞれの教科の狙いだけではなくてもっと基盤にあるような汎用能力を伸ばしていくということを今のアクティブ・ラーニングに託されているものはそういうものではないかというふうな はい、確認をしていただいたところかと思います。ありがとうございます。次にあの今今までその ICT こういうことで可能性ありという話もいただいてきているんですけれども、実はあの全国各地を回ると ICT 情報化の進捗状況、ICT 整備状況は実はあの差もあるというところがありますよね。 でそういうふうな中で、えー、この ICT というのをどのように考えるのかというふうなことも一つの課題かと思うんですけれども野中先生 ICT 整備状況相当違うような気がするんですけれどもいかがでしょうかはいあのだいぶ苦しいと思いますがまず最初ですねついこの間出たあの最終まとめ皆さんごよ読まれたと僕ねびっくりしました。先導的な教育環境作ってやっててやきたけど どのような資質能力の育成に効果的か十分な研修が検証がなされておらず ICT を活用した事業モデルの構築につながっていないって国が言ってるんですねいやこれ驚きますよねでさらに先導的な教育環境はハードルが高いから中間的ななななモデルを提示しなきゃいけないけんかこれトーンダウンですかねあのあまり余計なこと言うと怒られるのででもこれは僕はいやよく書いたなとまず思いました。 で一方ででもいろいろ資料を見るとアクティブ・ラーニングの指定に立った ICT を効果的に活用するためにはこうしなさいとかモデルが出ていたりそれからこういう学習活動で対話的な学び深い学び主体的な学びの ICT 活用はこんなモデルがありますというのも一方で提示されているで先ほどの話に戻るでも現場はなかなかですねその十分に活用できる ICT が整備されているわけではないですし地域間の格差もかなり大きい。 でじゃあ,、まあモデルが国としても構築されていないんだったらちょっと私なりにもう一回このアクティブラーニングはもう専門家の方がいるので ICT を活用という観点から見ると、まあ、情報をですねもう我々の身近な情報はもうアナログより多分デジタルの方が多いぐらいじゃないかと。で一方で教室の中の情報はアナログよりデジタルあアナログ情報が圧倒的である。だから でこれからの情報活用能力はデジタル情報が活用できるってところに視点を置けばいいんじゃないかでそれでなおかつ深い学びそうするとデジタル情報の活用による深い学びをどういうふうに少ないああの、まあ、チープなチープなじゃないですねプアな ICT 環境でやるかっていうのをこれからやっぱ考えなきゃいけないでもここにいらっしゃる先生方には多分あんまり役に立たない話かと思います。で 例えばさっきの道徳の授業で普通に読み物資料があり板書で話し合いをするとでここにじゃあどうやってデジタル情報を持ち込むかっていったらそれと関連するデータが入っている端末を渡すこれは新たな情報をデジタルで付け加えるもちろんこれ紙でもいいかもしれませんけれども僕はこういうところからやるっていうのが、まあ、実は ICT の活用という意味から言えばそうで。 活動としてはアクティブ・ラーニングの活動をデザインしなきゃいけないんですけれども、まあ、こんなところからスタートじゃないこれはさっきのジグソですけれども違う情報が、まあ、もちろん全部入ってるんでしょうけど三3つ見比べながらどういうふうに考えるかっていうのをやって最後じゃあ信長はこの3つの視点この資料からどういうふうな思いでやったのかっていうのをみんなで考えましょうこれもアクティブ・ラーニングの事業デザインの中にどうやってデジタル情報を入れてるかっていう発想だと私は思います。 これなんかは資料を見せてますけれどもこれをかしゃって取って切り取ってっていうだけでも私は子どもがアナログ情報をデジタル化してるわけですからその情報を活用するでさらにちょっとこう書いてみるなんていうのは、まあ、これも紙でもできますけどもこういうところからスタートしてそれといわゆる能動的な学習活動をつなげていくっていうのがまず当面できるところかなというふうに思います。以上ですすありがとうございますあの国の見解から ご紹介いたただきましたけれども、まあ、現実にはまああの差はあ,るながありながらも、まあ、それぞれあの今日お見えの先生方の学校では整備においても努力をなされそれの活用についても成果を収めておられるところだと思います、まあ、そういう蓄積をさまざあまな国の議論をしているところに届けていくことも大事かと思いますけれどもまた一方で、えー 野中先生最後の方におっしゃいましたけれども事、まあ、業デザインをするこれはまあ日々教師は事業づくりをするわけですけれどもその中に ICT をいかにこう活用していくのかというふうなえ見立てを教室の中デジタルばかりではないあの一般の生活の中に比べるとデジタルは遅れているところはあるけれどもそ,のそこにある ICT を使いながら事業づくりというものをまあ アクティブラーニングで目指すような活動というのを目指しながらいかに教師がこう組み立てていくかというふうな要素も必要なんじゃないかといお話をいただいたような気がします。で寺島先生にこの一度目のこうお発表の中の最後になりますけれどもいろいろこうご意見出てい,ていただいて出していただいてるんですけれども、まあ、改めてアクティブラーニングに期待することまたはそこにこう取り組む価値等をと お話しいいいいいたただけるととあありりがががんでですすかょううはございます、えっと、野中先生の話を聞いていて私もあのいろんなところでアクティブラーニングの研修って言って去年ぐらいからすごく呼ばれるようになったんですけれども多くのところが ICT 環境がですねなかなかこう行き届いていないところが多い中でどういう具合にやっていくかみたいなことを議論することが多いです。そういういところから、まあ、あの ICT を活用したアクティブ・ラーニングにおいてもただいろんな実践をやっていくことも重要なんですけれどもそれをどう全体的にシステム的にまとめていくかというようなそれを共有していくかっていうようなことが重要であるという具合に考えておりますそういう中で、えーっとまあ、これから生み出されていくもう生み出されているアクティブ・ラーニングの実践研究への期待ということで今日もう お昼からです、ね、ずっとアクティブ・ラーニングって聞かない発表はなかったと思うんですけれどもいろんな実践が生み出されていますけれどもそれが一人の素晴らしいアクティブ・ラーニングということではなくてそれがまあみんなのアクティブ・ラーニングとして共有されていくということがまず一つ重要なのかなっていう具合に思います。その中でで ICT 活用ははどういうういい具合に位置づくかというと、まあ、これまでは 先生の ICT 活用ということが多く、まあ、これからもそれは残っていくと思うんですけれどもそれが児童生徒の ICT 活用へシフトしていきそういう場面が数多く見られたら良いのではないかなというように考えます。でこのアクティブラーニングもう既にやってるよと。 いうような感じかもしれませんし実際に私もそういう側面はかなりあるのではないかという具合に思うんですけれども一方でそれを進めていくときに段階みたいなものがあるかなというように思います一つは単一の授業の中で学んだことについて質的に深い定着を図っていくというものこれを考えるにあたっては 単一の単元から単元レベルのことを考えることになってくるのかなというように思いますそこからさらに幅が広がってきて問題を解決していくいわゆる主体的な学びと言っているものを、ね、こうなってくるとただ単,に単元のレベルだけではなくて年間のカリキュラムもやはり見通さないといけないということそして 3つ目あのかなり課題に残るかと思うんですけれどもこのアクティブラーニングによって汎用的能力の育成とかそれを学校でどういう具合に育てていくかということそして問題解決の幅も広がってですね本当に未知の問題を解決できるようなことにまあそれは発達段階もあると思いますけれども学校レベルで取り組んでいかないといけないなという具合に考えます。 その中で ICT 活用はどういう具合に位置づくかということを考えると ICT 活用のステージも進化をしていて先ほど景斗先生が見せられたように ICT によるまあ基本的に単純な提示によって児童生徒の思考表現の時間を確保したりだとかそれをより深く行っていくのと同時に実際に児童生徒がまあ活用することによってですねさらに新しい 教育の可能性みたいなことが提示されることが期待されるのではないかという具合に考えますそこでアクティブラーニングを実際にどういう形で推進しその成果を把握するかというと先生側からすればまず実践を共有していくことなのかなというように思います一番初めは 共通化ですね、えっと、学校の先生方の中で自分たちの実践を意味付け一般化するような段階そしてそこから具体的な方法っていうのはいろいろ異なってきていいと思うので一旦さらにそれを拡張していく形で多様な実践が生み出されるそれぞれの先生のオリジナリティあふれる実践の個性化みたいなところ。 そそしてそれがまあ共通化と個性化を往復していきながらですね最後先ほど申し上げたようなカリキュラムを通して汎用的な能力を育てていくということにつなげていくということそれが実践研究として進められる時には校内研修だとか事業研究だとかっていうのが具体的なそういう場になってくるという具合に考えます。 実際に私が取り組んでいる事例なんですけれども左側は中学校の事例ですねえー、っと新しいものを生み出していくっていうよりかはまず初めの段階で共通化を図っています例えば1学期の中でアクティブラーニングのベスト2を出してくださいというような実践をお願いしそれを1枚の紙にまとめてきたものを実践成果として共有し アクティブラーニングの共通要素について確認していくなんかっていうようなことをある県のある市各校ですねえっと1校全員の先生に集まっていただいて共有したものをまた成果を地域に還元していくというような取り組みを何回かシリーズでやっております右側は小学校の事例になりますここは一つの小学校でアクティブラーニングのことについて同じように実践の意味付けを行っているわけですけれども 私がファシリテートするだけではなくてやはりそこの研究主任の先生が中心になってですねこういう具合に、えー、っとコーディネートしていったりだとかここタブレット端末ありますのでその中で ICT を活用していくことを先生方に見せることでまたこういう ICT の活用についても進めていかないといけないねということだとかバリエーションだとかそういうことを感じさせる研修医になっております。 こういうようにアクティブラーニングを進めながら、えっと裏側でこういう I C T 活用のことについても同時に学んでいくような体制を取っていくということが考えられるといいのかなという具合に思います。私からは以上です。ありがとうございました。こっち一回ください。えっと今一巡あの蓄積を生かすそして学校文化を開くアクティブラーニングというふうなあのタイトルでお話しいただいたんですけれども、これからはですね、あのすでにそれぞれ取り組んでおられると思いますし。 またあの構想されているところでもさらにヒントになるようなアクティブ・ラーニングを実質普及させるようなポイントは何なんだろうかということに話を移させていただきたいと思いますけれどもえと先生方あの順番の打ち合わせだけしていましたけれども第2名はあのすいませんリセットであのまた私があの順番 <laughs> 当てさせていただきますのですいません。 あの寺島先生からこういうお話をいただきましたアクティブラーニング多様な実践がそれぞれに取り組まれているとそれは学校間による違いもあるかもしれないし先生,先生方によっても違うかもしれない、まあ、個性化というふうな言葉を使われたような気がします一方で学校の中ではやはり組織的に計画的に教師の専門集団としての力を発揮しながら学校を動かしていくということがありますよね。 そういうい意味ではあの共有していく共通化していくことも大事であるこのバランスの取り方は大事でありかつそこに ICT 活用を研修する日々の取り組みというのを重ねていくことが大事だというお話をいただいたところです。で早速ですけど木原先生そう,そういうふうな学校の ICT またはアクティブ ICT 活用 ICT 活用と絡めたアクティブラーニングに取り組む時の まあ授業の改めての捉え方であるとか研修であるとかその辺で先生のこうヒントをいただけるとありがたいんですまあまずその日本の学校における先生方の力量アップとりわけ ICT 活用に関わることについて私たちが調べてまあに新に。 近いものを得ていることをご紹介してみたいと思うんですけどこれ野中先生をリーダーとする研究プロジェクトで私たちが ICT 活用を持続的に発展させている先生がどういう教師としてのライフヒストリーをたどってきているのかっていうのを見てみると熱意が高い低いとかっていうような見方したらやっぱ波がありましてこんなふうに。 ずっと高い熱意をキープしている時もあればだんだんこう下がってくる時もあるこの人はある時からもずっとプラスですけど人によってはもうマイナスのところへ落ち込んだりだとかあるんですけど、まあ、細かいことは別にしてこの高原状態や上りになる時の要因を調べてみたら次のように整理することができましたそれは何かというと環境要因例えば ICT の,あの取り組みというのがやりやすいようなタブレットがたくさん学校に配備されるだとかそういったもの個人的に例えば大学に進学してみてそういうことにたけた新地先生の弟子になったとかですね、まあ、そういうその,その人の思考性に基づくものと3つ目の教師文化要因と書いてるんですけど学校の 言ってみれば事業研究を中心とするような校内研修の充実この3つがあることが分かったんですねこれ外国の方にも同じようなことを試みていましてそうすると諸外国ではまあといっても英国だけなんですけど一やはあっても三はないんですよすなわち学校として新先生がおっしゃった組織的計画的に事業研に取り組むと。 いうことによって効果の実感を得られた場合に私も頑張ってみようとするその学び合いをやっているこれが要因になっているっていうのは英国に比して日本だけでありましてそのことの重要性というのを感じられると思いますしただこれはやっぱりリーダーシップが必要でありまして管理職のリーダーシップ実践的なリーダーシップそういうことが 多層的多元的に繰り広げられ繰り広げられている場合にということをまああの付け加えておきたいと思います。以上です。ありがとうございました。あの学力が上がっているないとかまあ取り組みがどう整備状況がどうこうって話ありますけれども。やっぱり学校の先生方が日本のあの I. C. T. の整備状況の。 ばらつきああるるるとととこころろを支えててくださっているところもも思うんですけれども今改めて日本の先生方の学校文化研修を繰り広げていくしかもさまざまに知恵を出し合いながら主体的に取り組んでおられるところがまあ特色であるというふうなお話をいただきましたけれども先ほど先生が特別研究してこのコメントをしておられる時に伊比小学校さんでしたかね。 あの子どもたちのアクティブ・ラーニング、まあ、あ,のあの学校様情報モラル教育がテーマだったと思いますけれども教師もアクティブ・ラーニングに、まあ、ICT を使ったようなアクティブ・ラーニングのような取り組みやってみてはどうかというようなご提案されたようなお話でしたけれどもそれは先生何を期待しておられたのかまたはどんな様子がこう。 指小学校さんに限らないですけれども見えるものなのかというところちょっとあの発展的な質問になっちゃうんですけれどもさっきのスライドですけれどもやっぱり先生方がこういう活動を体験するっていうかですね研修の中でやる でこうやってやってみるっていうことが私はその体験がその授業のデザインにつながると思いますしそこで先生自身が自分がどういうふうに学んだかとかデジタル情報をどう扱ったかとかっていうことが結構大きな意味を持つというふうに思います。最近では教員研修センターの学校教育の情報化指導者要請研修でも一人一台のタブレット端末で我々の資料は全部この中にデジタルで入っています。これをにして先生方はいろんな タブレットを見せたり電子黒板につないだりしてプレゼンをしたりっていうような活動もやっています。でそれをそのこういうような研修のやり方自体を各地域に戻ってもやっていただいてそれを事業につなげていただくってだからやっぱこういう経験を教育研修でさまざまにやっていくっていうことは私はそれが事業のデザインの中にデジタル情報を入れることやアクティブラーニングを取り入れるっていうことにつながるのかなと思っています。 ありがとうございます、まあ、子どもたちに求めるような学力と教師は違うと思いますけれども教師の専門性を追求する上で、えー、ICT も組み込んだようなまさに対話的なあの先ほどの寺島先生のお話からすると、えー、柔軟に個性化を図る時間とそれからえ共通化してみんなに取り組む 時の,このバランスをとっていく両立を図っていくとかそういうふうなところなどもヒントになるんじゃないかと思いますし木原先生があの3つの視点をおっしゃった時にこう時間軸のことをおっしゃったと思うんですけど学習集団というところで先ほどのお話の中では先輩の作品に上書きしたというようなお話ありましたけれども、えー、先生方も移動もされますしベテランの先生がどんどんあの退職されているところもありますけどもその時 知恵も蓄積していくそれも活用させていただくというふうな、まあ、先生方の,その知恵の集約経験の集約それをさらに発展してさせていくというふうなヒントにもなるのかなと思ってお聞きしたところでした、えー、次にですねあの、まあ、こういうふうに今教師の話行きましたけどもう一度その学校の方に戻るとさまざ、あ、まなこう学習活動ですね 表現させたり話し合わせたり多様な振る舞いを求めるし、また教師はそれをあるこう見通しを持ちながら仕掛け場合によっては修正支援をしていくと思うんですけれども、いかにその子どもたちのその学びの様子を見取っていくのかっていうのはとても大事なことだと思うんですね。それは汎用的な学力の定着として。 見取っていくこともあるだろうしまたはそれぞれの教科に関わるそのアプローチそれぞれのアプローチの様子としての見取りかもしれないんですけれどもそういう捉え方をやっぱり同時に教師の力量としてまたは学校の専門性として確立していく必要があるような気がするんですけれども寺島先生その辺の評価とはちょっと難しいところですけれども先生のご経験の中で何か。 ご披露いいいたただけるるとところがががあるとありがたいんですがはいえっと、アクティブラーニングをこれから進めていく時にそういう気をつけたい課題がまあ2つぐらいあるのかなという具合に思うんです1つ目はいわゆる論点整理の中では学習の過程を重視しとていうことが書いてあり一方で特定の方にこだわらないというようなことも書いてあります。 それを先ほどの、えー、っと私が提示した図なんかと合わせると共通化していく時にどうしてもこう型になりやすいのでそういうところを実践研究として進めていく時に気をつけないといけないのかなという具合に思ってます。でいわゆる3つの学びのことが書かれていますけれどもどうやら研修を見ると。 先生方がいろいろ話し合ってくると対話的な学びについてはある程度共通理解できるんだけど深い学びとか主体的な学びっていうのがこう結構難しいよねっていうようなことが言われますここについてどういう具合に共有していくかっていうことがポイントの一つなのかなというように思いますそれともう一点なんですけれどもパナソニック教育財団にお役立ち情報っていうのがあるんですけれども えっとこういう今までの資産を生かして今後の実践研究の設計だとか評価っていうのがあるのかなというように思います。ちょっとあのまたお帰りの時にでも見ていただいたらよいかなというように思うんですけれども例えば私が関わった、えっと、3つ目の「つくつたつまと」っていう,こう東北学院大の稲垣さんが中心にされたものですけれどもこれあの。 メディア作品とかプレゼンテーションだとかそういうことに対する評価基準みたいなものが書いてあるので、えっと、自分たちで初めからなんか新しいものを作るとかっていうよりもこれ結構今の時代にマッチしてきているという具合に思うんですねしかもこれだとタブレットを活用しないといけない学習になってきますタブレット用の教材ですので。 また、こういう今まで出ているものをですね。少しえっと見つめ直していただいて、そこからアクティブラーニングで狙うところだとか、評価のことを考えながらですね。学校で進めていただけるとという具合に考えております。以上です。ありがとうございました。えっと最初に採択されている学校さん等は、例えばアクティブラーニングであればアクティブラーニングの定義が明確で。 それによる事業改善教育改善の見通しを持っているところだっただろうなというふうにお話しさせていただきましたけれどもそういう提案をするときに日々の先生方の経験だけで書かれるのではなくて今ご紹介いただきましたけれども財団にすでに蓄積されているような知恵である経験それをベースにしながらそれをもとに考えるととかいうようなそういう発展的な提案そういうふうなこう 構築型の提案もしていただくのもヒントかなと思います。申請に向けてもそうですし、日々の実践においても非常にこう貴重なご提案をいただいたかなと思います。えー、加瀬と先生をお待たせいたしました。あの高等学校、えー、大学に限らずあの先生のそのアクティブラーニングをこう見られる上でのまあ、ポイント充実普及のポイントと教えていただけますと。あのー。 どうやって評価するんだってよく現場の人に聞くんですけども評価方法あるんですよ。えっ、ー、と例えば知,知識を問う言語という単元をアクティブ・ラーニングやったら「一人船酔いはい文庫」とこうでこういう1274年とか1281年とか、えー、そういうことを聞いてもいいですしプレゼンテーションで聞いてもいい。で学生の場合はですね例えばどういうことをやるかっていったら「あの アクティビティをやったら4ページの英文のレポートをちゃんと出しなさいとかプレゼンテーションやらなさいあるいはコルボの経験学習について書きなさいとかそういう知識を問うたり一つの例として一枚の絵を描きなさい例えば「共同」とはあなたにとって何ですかというとこういう覚悟は各学生はこれ S なんですね。で歯車っていうのはミソで一つの歯車が外れても 共同の全体のパフォーマンスは上がらないというでこれがもうこの絵が描けてるっていうのは大体あの共同だとかリーダーシップとかフォローシップっていうのは理解できてるからこの絵が描けるわけですねですから、えー、ともう一回戻りますね。でパフォーマンス評価っていうのはアクティブラーニングのいろんな活動に対して対応したその都度きちっと出せるわけですからこのキーワードでそれこそ。 先行事例なりたくさんありますので見ていただければきちっと評価ができると思います以上ですありがとうございました外観の話を最初させていただきましたけれども子どもたちが、まあ、認知プロセスですかねどう捉えてどう伝えまたどう構築していくかというのをどんどん外に出していくでその時にさまざまなパフォーマンスの形ありうると思うんですけれどもそれをしっかり捉えて 評価していくということ、は大事じゃないかということじゃないかと思います。私のシートをください。えっ、ー、と、今日はあの2つのポイントでそれぞれ短時間ながらお話しいただいたところです。けれども、あのそれぞれあの。お 非常にに価値あるるヒントになるお答えいたただきましたけど私からこうまあ今日もお聞きしながら思うことなんですけれども、まあ、今後充実させていくためには、まあ、教師さまざまなあの取り組みをするわけですけれどもあの授業をやってみてどう振り返るだけじゃなくて教師による学習プロセスもデザインのシミュレーションをどんどんやっていっていいんじゃないかな、まあ、そういうふうな競技の在り方っていうのも大事じゃないかなと思っています。 でその際に、まあ、これも日々の指導などを作られる時にもされていることだと思いますがそういうまあ柔軟な学習活動をデザインする時に果たして児童生徒は教師が期待している動きをしてくれるんだろうかというふうな予想をしていくことは大事かなと。 今日アシア私立聖堂小学校さんだったでしょうか。何かあのプロセス図みたいなのをご紹介くださっていましたけど、あれなんか非常に参考になるんじゃないかなと思います。あれあれは聖書なのかシミュレーションなのかわからないし、またシミュレーションを経て完成版が上がっているのかもしれませんけど、あのあの図自体がどういうふうに役立っているのかっていうのが、えー、役立っていったのかというのは興味があるなというふうに感じました。そして学習者自身に。 その自分の学習のステップの様相をいかにフィードバックをかけていくか、まあ、それは教師と共有するだけじゃなくてこんなふうに学べてきてるよねこんなふうに変化してきてるよね、えー、他者に問いかけながらあなたの疑問や発想というのはこういうふうに発展してきたよねもしかしたらそれは45分50分の中で起こることではなくて1学期かかるかもしれない1年間かかってるかもしれない。 え、そういうふうなフィードバックをかけてあげるって言うのも ict ならではないかではないかなと思っています。まあ、様々なそのどういうふうな意図で教師が ict や多様なメディアデジタルだけではなくて、アナログも組み合わせながら、学習活動学習プロセスを様々にこうシミュレーションしていただければなと思っていますえ、これはあの本年度から財団さんが一般女性研究校に指定こに我々が出向く制度を作ってくださいました。けれども。 これは佐賀県武雄市立武雄小学校に、ね武,ね、武内小学校ですね伺った時に校長さんがいろいろこう作ってくださったところなんですけど指導過程の中で教師の意図とともにどのようなこうメディアが組み合わされていくのかといろいろご検討いただいているところです。<laughs> ちょっと竹雄のご紹介もさせていただきましたけれどもこのようにアクティブラーニング多様な捉え方もあるかもしれませんが着実な成果はそれぞれに上がっているかと思いますまたこの財団さんの場を通じて非常に高いレベルの先生方がお集まりいただいているところですけれどもさらにお互いに我々も含めて深めてまさに対話的にですね深めていければありがたいなと思っております。 今日う、余命のパネリストの先生方、短い時間に順番も途中で変更しまして、大変ご迷惑をおかけいたしました。余命の先生方に拍手でお礼申し上げたいと思います。どううもありがとうございました